こんにちは。おはようございます。高校3年福岡と高校1年柿沼です。よろしくお願いします。先ほど演奏した曲はチャコンヌです。川越富士太鼓さんからお借りしている曲で、最初から最後までハイテンポなリズムで、ハイテンポなリズムなのが特徴となっています。また高い音を出す締め太鼓、ボケ太鼓を4つ並べている組太鼓のソロパートも特徴的となっています。次に演奏する曲はフロア太鼓集団のドラムタオさんからお借りしている曲である花火という曲です。この曲は特徴がいっぱいありまして、前のボケ太鼓による激しいクロス打ちも特徴なんですけど、後半に出てくる後ろの竹鉢という長い竹でできた鉢で叩く音が特徴的です。明日の夜、大火祭に花火が打ち上がると思いますが、一足先に私たちが花火を打ち上げたいと思います。今日は暑いんで、僕たちも熱中症に負けないように演奏するんで、皆さんも水分補給とかこまめにとって熱中症対策をお願いします。それでは花火です。これ、これない、これをカッポーで100連発するんですよ。これをカッポーで100連発するんですよ。
てるんだっけ。マジでわかんない。あ、こっか。難しい。これね、USB-C で充電できる。あ、いいね。うん、充電ダメ。あの、充電器もついてたからね。うん、で、容量ね、多分ね、あんまり買わなくない。うん、60だね。60。これね、いいだけど、欠点がね、うん、何回か撮ってるし、熱くなっちゃうのね。熱くなる。うん、その欠点でこれ買ったんですよ。これだって、あの、TTL なんか当てにならないから、いつもマニュアルでやってる。うん、あ、でもあの、時間、練習するとダメだけど、うん、間を置けばまあまあですよ。まあまあですよ、ね。TTL。そうそうそう。うん、自転車って空いてるから初めて来たんですよ。僕もそう、初めて。結構お客さんいるんだね。隣にね、いると思わなかったよね。うん、びっくりだ。これの3分の1ぐらいかと思った。うん。それ場所だからな。こんなにあの、この時間から仕事しなくて、うん、そんなことは言わないけど。